こんにちは、助産院バブバブ助産師の久子です。はい、今日はですね、YouTube で以前にね、たくさんこう動画出してるんですけど、この中でね、赤ちゃんが夜中に寝てたら、もう起こしてまで授乳しなくてもいいのかな、みたいな話をしてて、で、おっぱいが大丈夫やったら特に起こす必要ないよっていう動画を上げたんですよ。で、それに対してちょっと勘違いして捉えてる人が結構いてて、3ヶ月までは起こしてほしいね。3ヶ月以降はお子さんでもいいんやけど、そこをなんか勘違いしてたみたいなんで、ちっちゃい月齢の赤ちゃんは起こして夜中も授乳しなあかん理由っていうところをフォローでお話ししたいと思います。頑張らんで適当でチャンネル登録よろしくね。はい、もうややこしいですけどね、そのね、夜中に起こすか起こさへんかどっちがいいんかなっていうのがあるんですけどね、まあほんまおっぱいの状態に合わせていくのが一番ベストなんですけども、基本的にはですね、新生児から3ヶ月ぐらいまでの赤ちゃんって体力がないでしょ。で、パワーがなんせないからね、その1回寝ちゃったらお腹空いてても、ね、寝ちゃうっていう方向をこう重視しちゃったりして、飲むのは忘れてたみたいなことがよく起きるんですよね。で、赤ちゃん寝てるから起こしてまで飲ますのもあれかなとかで、まあいっかとかってやってると、まあ、3ヶ月経ったらまあいけるかな、まあ、一番気付けだから新生児と生後1ヶ月ぐらいかな、2ヶ月過ぎたらまあいけるかなっていう子が多いかなっていう気はするんですけど、まあその辺ね、その生まれてから2ヶ月間ぐらいの間っていうのは放置してると赤ちゃん5時間6時間パーンで寝ちゃう子いるんですよ。睡眠欲が勝っちゃうタイプの子ね。で、そこで、まあ、おっぱいも大丈夫やったりとかして、で、もう寝てるから、まあ、いいかって飲ませへんかったら、やっぱそこ、本当は飲まなあかんのに、単に、月齢が低くて赤ちゃんが幼いゆえに、未熟やって、あ、飲むの忘れてた、寝ちゃったっていう感じやからね。これ、そのまま放置してるとね、やっぱ体重増加不良になっちゃって、検診行った時に、1ヶ月検診とか行った時にね、怒られるんですよね。だから、そういう理由があるので、新生児から生後1ヶ月、まあ、2ヶ月になるぐらいまでの赤ちゃんは一応赤ちゃんが夜中に寝ていても3時間ぐらいで1回起こしておっぱいチャレンジっていうのはやってみてほしいです。やってみたけど大体の子はね忘れてただけやからね、なんか半分寝ながらもパクって加えたらね、寝たままでねおっぱい飲んでくれたりするんですよ。で、その場合はそれでラッキーやし、で、それをやったけどもうこんなのとか全然加えてもくれへん、全然飲めないわっていう場合は、その時はもう無理にやらなくていいですからね、寝かしてあげたらいいと思います。その代わり夜間の授乳が空いてるから、その分を昼間に辻褄合わせをしてあげてほしいんですよ。で、起きてる時間は赤ちゃんが欲しがってなくてもちょこ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 3時間も空けんと、だいたい1時間半から2時間ぐらいずつで、どうですか、飲みます？飲むぞみたいな感じで、1回の授乳は短くていいのよ。もうほんまに極端な話30秒でもいいね。でも飲むっていうのをこっちから誘導して、まあ飲んであげようかな、苦しいよないぞって言うてくれたらありがとうございますぐらいの感じでね、ちょこちょこ夜中に空いた分の辻褄合わせを昼間にしてあげてほしいなっていうのはあります。まあ2ヶ月3ヶ月生後で、ね、そこを超えてしまったら多分もう夜中にバーンと空いてしまったとしても1回量もたくさんしっかり飲めるようになるし、赤ちゃん自ら満腹中枢とかも出来上がってくるから、昼間に夜中に空いた分の辻褄合わせをこっちから誘導しなくても赤ちゃんが自分の自力でするようになってくるから、そこまで来たらね、もう体重増加もそんなにね気にしなくていいし、ほんまに赤ちゃんが欲しがった時にあげるスタンスに変えていってもらったらいいと思います。最初の、生後2ヶ月ぐらいまではこっちから誘導して開けても3時間まで、3時間以上開かないようにおっぱいは飲ませていった方がいいですよ。計算部さんはおっぱい軌道に飲むのがとにかく早いんですよ。だから赤ちゃんがまだ新生児であってもね、生後1ヶ月であってもね、初産の人やったらその時期っていうのはまだおっぱい全然軌道に乗ってないから、どうしても作りすぎてしまっておっぱいは常に張ってたりとか、あんまり感覚おっぱい的にも開けれなかったりするのね。張る人はそうやし、逆に分泌量がゆっくり、ゆっくりスターターの人なんかは張らない、逆に。で、そこで赤ちゃんが寝てるから3時間以上ボーンとこう授乳間隔を開けてしまったら、吸わせるっていう刺激をもらうことでおっぱいはどんどん分泌量が増えてくる、その工場が増える、作る工場がね。
100日っていうのが一つのポイントになっててね、100日間は赤ちゃんに吸わしたら吸わしただけ、だから吸わすっていうことはイコールだから商品作ってください、注文が入るっていうことやでね。でそれに対してここに工場が例えば2つずつあったとしますよね。工場が2個ずつね、2つ2つの工場が起動してフル回転して作れる商品の数って限られてるでしょ。注文入った、それに対してこの工場が作って提供する、発注したやつを提供してっていう、こういうのをやり取りをしてるんだけど、注文がたくさん入ったと、これはだからすごく頻回に吸わしたっていう状態ね。赤ちゃんが吸うと工場2個で商品作るんだけど、注文入ったのに適用できなかったら工場増やしたらなんかいいやん。じゃあ第3工場第4工場を作りましょうかっていうことがここで行われるのね。でたくさんの商品を注文受けた分だけ作れるおっぱいになる、これを工場を増やせるのがだいたい100日までなんですよ。100日を超えたらいくらそこから注文が入ってももうここにある2つの工場っていうのは数はもう増やせないのね。でもすいません注文入ったんですけど、うちの工場ではもう対応しきれないんで他の工場を回してもらえますかみたいな、注文お断りしなあかんことになるんですよね。だから100日超えたらいくら吸わしても量は増えてこないから、だから100日までが狙い目やから、とにかく回数こなして吸わしてねって、分泌がちょっとゆっくりめのね初産の人たちはそういうふうに言います。そういう意味もあって100日ぐらいだから、まあ生後2ヶ月3ヶ月ぐらいまでは赤ちゃんが欲しがってなくても分泌量がゆっくりめの人は特にしっかり吸わせていかないと分泌量増えないからね。で100日で増やさなあかんからねっていうことね。問題なら計算部さんですよね。計算部さんはもうその需要と供給のこのやり取りっていうのがもう何回か過去にやってるもんやから適用が早いんですよね。100日かけて工場 その数を増やしたり減らしたりっていう調整をしなくても、赤ちゃんが生後1ヶ月ぐらいの時に、ああこのパターンの時はこれぐらいの工場を準備して多分注文こんだけ入るからこんな感じでこうやって回していったらうまいこと回んでみたいなのがもう学習済みやからパパパパッとやるんですよ。そうするともう早くも赤ちゃんが欲しがった時だけ、注文入った時だけ商品作るみたいな、そのすごくこう効率のいい工場の回し方ができるのね。だから所さんの人不安やから分からへんから、注文入ってないけど入った時に商品なかったら在庫なかったら困るからちょっと多めに作って置いとくみたいなことやっちゃうわけですよね。だから貼るのよね。それが計算部さんはないもんやから、赤ちゃんが言った時吸った時にブワって作るから普段貼らないんですよ。そうすると張らないから、おっぱいが大丈夫やったら赤ちゃん生後2ヶ月で欲しがってなければじゃあ飲まさなくていいかって言ってそれをやっちゃうと、おっぱいは大丈夫だけど赤ちゃんの方が体重増加不良になることがある。まあ生後2ヶ月3ヶ月になるぐらいまでは3時間以上はおっぱいうんぬん関わらず開けない方がいいかな。でもまあ赤ちゃんの体重増加を見ていって、中にはそれでもね夜中にバーンって開いてもそれなりに体重ちゃんと増えてるなっていう赤ちゃんもいるんですよ。それやってほんでおっぱいがもう最初から軌道に乗ってる計算部さんで張ることがないんやったら、それもわざわざ起こしてまで飲ます必要ないよね。ママのおっぱいの状態、初産なのか計算部なのか、おっぱいがどういう状態で張ってくるおっぱいなのかっていうところと、赤ちゃんの体重増加率と、そこら辺を見ながら夜中開けてもええんか、開けたあかんのかっていう見極めをねしていかないといけないんでね。よくね寝る子は育つっていうこともあるじゃないですか。私たち助産師の間では生後2ヶ月ぐらいまでの赤ちゃんは寝る子は育たんっていうねそういう言葉がよく言われるんですよね。だから眠りこける赤ちゃんは飲むの忘れるから結局体重が増えへんでね、これ赤ちゃん特有の現象なんですよ。なのでそこら辺自分のおっぱいがどうなんかな、赤ちゃんの体重増加がどうなんかなっていうのところを見ながら夜中の授乳を開けてもいいんかっていうのを判断してもらうっていう形にしてください。基本は2ヶ月ぐらいまでは赤ちゃんほんまに睡眠の方に意識いっちゃって飲むの忘れるからね、これで体重増えへんでっていうことがよく起きますので、特にですね女の子 でちょっとちっちゃめで生まれて、予定日前後までが38週ぐらいで生まれてっていうような、であと、お産の後にちょっと横断がきつく出たりとか、そこら辺の子たちはほんまに飲むことよりも睡眠を優先する子が結構いますのでね、
その場合はこっちから誘導して、ね、飲ませてあげないと体重増えなくて、1ヶ月検診でミルク足せっていう指導が入るからね。でミルク足すんじゃなくて夜中の授乳を再開したらそれでいいだけやねんけど、そこでこうミルク手出しちゃうことで、せっかくこれからおっぱいの需要と供給とがうまいことこう噛み合っていこうとしているところに、そこで夜間の授乳をせえへんかったがゆえにミルクを足せという指導入って、ミルクを足しちゃったことで需要と供給がどんどんバランスが崩れていくみたいなこともね起きてくるからね。とにかくあのミルク足せっていう指導が入った場合は、夜中授乳ちゃんとしてるかな私っていうのを考えてもらって、3時間以上空く時やるわっていうことやったら、目覚ましかけてでも起きて3時間までで授乳をしてっていう、授乳回数を増やすっていうことをやってみてください。はい、12人目妊娠中助産師久子の子育て学校、チャンネル登録してぜひ入学してください。でもね、夜中ね、赤ちゃんが泣いてくれへんかったらママ起きられへんねやんか。あの目覚ましとかかけててもね、みんなね、いや知らんけど止まってたんです、いや知らんけど止まらへんわ、止めたんやんっていうやり取りをよくやりますけどね、起きれへんね、なかなかね、理想と現実違いますけどね、ちょっと頑張ってね。